で、ちょっとプロパイロットを試すには怖いんですけど、やってみたいと思います。はい、入りました。あ、もうこれプロパイロット押しちゃって、うん、自動走行するんじゃない、セット、クルーズ、はい、クルーズ始まりました。いや、ハンドルはね、離したらダメなんだ。足は離していい、うん、今クルーズで走ってます。で、あ、速度がちょっと72になってるから若干減速して、一回ブレーキを踏んで、はい、70にして、はい、そこからもう一回セット。あ、違う、セットは下レバーを、うん、あ、なってない、あ、なったか、クルーズになりました。今ですね、だからハンドル離してはいけないんで、ハンドルは持ってますけど、オートクルーズで運転しています。ですから69キロ維持して、巻きました。今トンネルを出ます。で、ここがね、車線がちょっと左側が、このなんで白線がですね、もう消えかけているんで、優秀ですね。この左側のわずかな線でもちゃんと認識してクルーズで走ってます。で、このままずっとご覧の通り線がかすかにしか見えない。でもクルーズになってますよね、大したもんですね。あ、ちょっと、うん、あ、あのハンドルのところに手がかかってるとハンドル操作まで OK なんだけど、あの手のマークが消えるとハンドル操作は自分でやってくださいっていうですね。その切り替わるときにさっきポンポンと音がしたんで、一旦左に入りましょうかね。はい、あ、またこれでちゃんとクルーズのハンドル操作が働くんですね。あ、ちゃんと右に行こうとした時に車がいるとソナーが教えてくれるんですね。便利ですね。あの機能が欲しいですね。そうすると間違って、車線変更の時の接触とか誤接触とか起こらなくなるんで非常にいいですね。はい、トンネルに入りました。クルーズ続いてます。出口に信号があって、そこからはもう、一般道になるんで、帰ればあのクルーズ使えないんですけど、今度は運転して帰ってきたいと思います。うん、そう、ダメです。車線が外れてるよってワーニングが出る。クルーズ終わりました。うん。ブレーキを踏みました。ちょっとスピードが出すぎちゃった。うん。これは車間距離です。うん。これを押すと横からだとですね、大きな運転席前のディスプレイが見えるので、はい、今パーキング解除、押して解除で、ドライブに入れて、ドライブでレディでエコ、今エクステリアを、うん、撮影していまして、ノートオーラ白ですね。で、ちょっと前から映してみましょうか。あ、エンジンがかかるとこんな感じです。